平野翔の新たな挑戦。ダンススクール設立で未来のスター育成へ。平野翔が設立した株式会社章とは、ダンススクール運営からアーティストマネジメントまで、その壮大な計画に迫る。平野翔は新たな道を歩み始めている。これまでの輝かしい経歴を持ちながらも、彼は常に挑戦し続ける人物であり、最近設立した。 株式会社ショーはその一環として注目されている。彼の名を冠したこの会社は、アーティストのマネジメントやコンサート運営といった芸能活動にとどまらず、ダンススクールやスタジオの運営、さらにはダンスインストラクターの養成や派遣という新たな分野に挑む姿勢を見せている。ここで注目したいのは、平野がこれまで培ってきたダンススキルを、後進の指導に生かすという点だ。彼のダンスは、ファンだけでなく、 かつてのジャニーズ事務所での仲間たちからも高く評価されてきた。彼の教え方には定評があり、多くのメンバーにダンスを指導する機会があったという。それもそのはず、平野は子供の頃からダンスに情熱を注ぎ、7歳の頃から地元の名古屋でダンススクールに通い始めていた。当時から彼の才能は際立っており、先生からは、10年に一人の逸材と評されていたほどだ。 弟のリクともに数々のダンス大会に出場し、名古屋では有名な存在となっていた。この経験が、平野をただのパフォーマーにとどまらず、指導者としての一面も持つ存在へと導いたのだ。実際、当時のスクールでは平野兄弟に憧れる子供たちが多く、彼は自然と幼児たちにダンスを教える機会を得ていた。彼が楽しそうに笑顔で指導する姿は、親たちからも非常に好評であり、 その様子は今もなお記憶に新しい。どんなに大会で結果を残しても、平野は決して天狗になることなく、常に謙虚な姿勢で指導を続けていた。この指導者としての才能は、彼がプロのエンターテイナーとして歩む過程でさらに磨かれた。ジャニーズ時代のキングプリンスのメンバーに対しても、彼は多くの場面でダンスを教える役割を担っており、その教え方の巧みさから、教え上手と称されていた。 先輩や後輩からも一目置かれる存在であり、ダンスにおいては誰もが認める実力者だったのである。そんな彼が新たにダンス教室を運営するということは、多くのファンにとって驚きであり、同時に大きな期待が寄せられている。平野がこれまでの経験を生かし、次世代のダンサーを育成するというのは、単なるエンターテイナーとしての活動を超えた新たな挑戦である。彼自身もかつてのインタビューで、 ダンスへの情熱を語っている。彼は多い時には1日に7時間も練習していたと話し、どんなに飽きっぽい性格であっても、ダンスだけは冷めることがなかったと振り返っている。この情熱と努力が、彼を今の地位へと押し上げた原動力であり、彼は決してその才能に甘んじることなく、常に努力を重ねてきた人物である。そのため、平野が新たに始めるダンススクールでは、単に技術を教えるだけでなく、 彼自身が培ってきた練習第一という精神を子供たちに伝えることが期待されている。平野のこの新たな挑戦には彼自身の過去の経験が大きく影響していることは間違いない。彼が幼少期から抱えていた夢や情熱、そして苦労を乗り越えてきた過程が今後の活動にどう反映されていくのかは非常に興味深い。彼がかつて経験した挫折や成功は 次世代を育てる指導者としての彼をさらに強くし、未来のダンサーたちにとっても大きな刺激となるだろう。また、彼がこれからどのような形で世界進出を目指していくのかも注目されるポイントだ。ダンスという言語を超えた表現手段を持つ平野が、今後国際的な舞台でどのようなパフォーマンスを見せてくれるのかは、多くのファンが期待しているところだ。これまでの日本国内での成功にとどまらず、 彼がさらに広い世界で自らの才能を発揮し、新たな挑戦を続けていく姿を多くの人が見守っている。このように、平野省の新たな挑戦は、彼自身の過去の経験と深く結びついており、今後の芸能活動にも大きな影響を与えることが予想される。彼が新たに設立した会社、株式会社省がどのように成長し、どのような影響を与えていくのかは、彼のファンだけでなく、 ダンス業界全体にとっても非常に興味深いテーマとなるだろう。彼のダンススクールでは、彼自身の経験をもとにした指導法が導入され、次世代のダンサーたちにとって貴重な学びの場となることが期待されている。特に、彼が幼少期に抱いた夢や挫折、そしてそれを乗り越えてきた過程は、彼の指導において大きな財産となるだろう。彼がかつての名古屋のダンススクールで学んだように、これから彼が教える子供たちもまた、 平野から大きな影響を受けることだろう彼の教え方はただ技術を伝えるだけでなく、ダンスに対する情熱や努力の大切さを子供たちに教えるものとなるだろう。そして、その中から、第二の平野章とも言えるような次世代のスターが生まれる日も、そう遠くはないのかもしれない。今、平野が歩んでいる道は、決して平坦なものではない。しかし、彼は常に前を向き、 新たな挑戦を恐れずに進んでいく姿勢を持ち続けている。それは、彼がこれまでに経験してきた数々の困難や挫折を乗り越えた結果であり、彼が持つ強い信念がその背後にある。彼の成功は、ただの偶然ではなく、彼自身の努力と情熱が生み出した結果であり、今後もその姿勢を貫いていくことだろう。平野翔がこれからどのような道を歩んでいくのかは、まだ誰にもわからない。しかし、 彼がこれまでに見せてきた挑戦する姿勢や努力を惜しまない姿は、今後の彼の成功を予感させるものだ。彼が新たに始めたダンススクールや会社の運営がどのように発展していくのか、そして彼自身がどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、ファンや業界の注目はますます高まっていくだろう。そして、その中で生まれる次世代のスターたちが、彼の後を追って世界へ羽ばたいていく日が来ることを、多くの人が楽しみにしているに違いない。 平野章の未来は、彼のこれまでの奇跡を振り返ると同時に、これから何を成し遂げていくのかという期待感で満ちています。彼はすでに多くの困難や挑戦を乗り越え、その過程で数々の成功を収めてきましたが、それに甘んじることなく、次のステージへと進む決意を固めているようです。芸能活動やダンス指導といった分野での彼の取り組みは、単なる自己表現にとどまらず、周囲の人々、 特に後進のダンサーたちに対する影響力が大きくなることは間違いありません。また、平野が国際的な舞台でどのようにその存在感を発揮していくかも非常に興味深いテーマです。日本国内ではすでにトップアーティストとしての地位を築いてきた彼が、世界に向けてどのようなメッセージを発信し、新しいファン層を開拓していくのかは、平野自身にとっても新たな挑戦となるでしょう。ダンスという身体的な表現手段は、 言語や文化の壁を越えて多くの人々に感動を与えることができるため、彼の才能がどのように国際舞台で評価されるかは非常に楽しみな部分です。一方で、平野のこれまでの人生は決して順風満帆ではありませんでした。若くして芸能界に飛び込み、厳しいトレーニングや競争を乗り越えながら成功を収めてきた彼には、数々の苦労や挫折があったことは想像に難くありません。彼自身も以前のインタビューで、 自分が冷めやすい性格であると語っていましたが、唯一ダンスだけはその情熱が途切れることがなかったと述べています。これこそが、彼がダンスに対して持つ特別な思いの証であり、平野を支えてきた原動力です。だからこそ、彼がダンスを次世代に教えるという新たな使命に対しても、情熱を持って取り組んでいくことができるのでしょう。彼のダンススクールには、ただ技術を教えるだけでなく、その裏にある努力や忍耐、 そしして挑戦し続けるることの重要性が教え込まれるはずですダンスは一見華やかで楽しいものに見えますが、その背後には日々の厳しいトレーニングや自己鍛錬が不可欠です。平野がこれまでの経験で培った練習第一の精神は、まさにこの厳しさと向き合い続けてきた証です。その教えは、彼の下で学ぶ若いダンサーたちにとって、 単なる技術的なスキル以上に人生における重要な価値観を伝えるものとなるでしょう。また、平野自身の個人的な成長にも注目したい点があります。これまで彼はアイドルグループの一員として、多忙なスケジュールの中で数々のプレッシャーにさらされながらも、常に前向きに取り組んできました。しかし、グループ活動から離れ、新たに会社を設立し、一から何かを築いていくという経験は、 彼にととっても大きなな成長の機会となるはずです。リーダーシップや経営者としての視点を持つことは、これまでのアーティストとしてのキャリアとはまた異なる挑戦であり、彼がどのようにこの新たな役割を果たしていくのかも非常に興味深いところです。彼がこれまでに築いてきたファンとの絆も、今後の彼の活動において大きな支えとなるでしょう。SNS を通じて積極的にファンと交流している姿勢からもわかるように、 平野はファンの存在を非常に大切にしており、その信頼関係が彼の成功の大きな要因の一つとなっています。ファンに対して常に真摯な姿勢を貫く彼の姿は、多くの人々に感動を与えてきましたし、今後もその影響力は増していくことでしょう。平野翔の新たな道は、まだ始まったばかりです。彼がこれからどのような未来を切り開いていくのかは、誰にも予測がつきませんが、 確かなのは彼が常に前を向き、挑戦し続ける意志を持ち続けているということです。彼の情熱と努力、そしてファンとの絆があれば、どんな困難も乗り越えていけるはずです。これからの平野の活躍がどのような形で広がっていくのか、そして次世代のダンサーたちにどのような影響を与えていくのか、そのすべてが今後ますます注目されることでしょう。